ニュースめぐみです。今年学習院女子高等科の3年生となられた愛子さま、学習院関係者によると文系クラスに所属され常に学年トップクラスの成績を残されていますとのこと。漢字のテストはほぼ毎回満点、間違った漢字はノートに100回書くことを自らに課すストイックさも持ち合わせていらっしゃるそうです。宮内庁関係者は中等科の卒業文集ではその聡明な文章に読んだ人から感嘆の声が上がりましたと明かしています。昨今話題となっている夫婦のモラハラ問題、専業主婦のレイさんが被害を告白しました。レイさんの夫は慶応大学卒業後留学して NBA を取得、今は外資系に勤めるエリート。その夫はレイさんを見下すモラハラを繰り広げるそうです。娘の小学校受験についての話になると、専業主婦に将来の社会の変化なんて理解できないっしょ、レイは女子大出てるだけだろ、だいたいさ指揮法の読み方わかる、などと詰め寄ってきたそう。専業主婦だからという時代錯誤も甚だしい言い方にレイさんは悩んでいるようです。本当に喋りたいことがいっぱいあってね、私もいろいろ話そうと思ったんですが、話すよりも思いを伝えたい、歌で伝えたいと思います。福山雅治さんはこうスピーチすると、ギターを抱えて自らの代表曲ハローを熱唱しました。これはドラマ集団写真の打ち上げの一コマ、会場は歓声に包まれました。 TBS 関係者は八木亜希子さんは福山さんにウイスキーを飲めって言われてすごい飲んじゃったと泥酔状態でしたと、大盛り上がりだった打ち上げの様子を明かしています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。